姫キュンフルーツ館です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんちょっと立っていただいてもよろしいですか。なぜかというと今日はこういうスタイルで、おお、皆さん登場。はい、コンパニオンの衣装です。おイエイ。そうなんですよね。今回あのこう au さんの、まあ、いろんなサービスとコラボレーションしてて、で今日この場所なんですけど、ちょっと説明してもらってもいいですかね。ヒカリエの中、あ、すみません、田舎者なんでちょっとあんまり場所分かってないんですけど、まあ地元愛媛ですもんね、皆さんね。KDDI さんの本社ということで。そうなんですよ。すごい人がいますね、はい、めっちゃ緊張してます。そう、来たよと KK ボックスのアプリを立ち上げていただくと、いろいろと腰つべとスマホで頑張ってますという方とか、ありがとう、お元気ですかと。はい、奥村真由です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、はい、あ、すごい。では続いて、はい、河野ほのかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岡本真由です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。谷尾桜子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますって言った瞬間に、奥村さんは今度ローマ字で真由里って書いてるっていういや、ちょっと主張してくるじゃん、すごい、すごいな。ちなみにあの河野さんはまだ、あ、しました、今あ、今行った、今行った、はい、あ、本当は行った河野、あ、すごい、河野さんは河野ほのか、かっこ河野ほのかですって丁寧に書いてある。はい、菊原ゆりやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、モアイさんが読み仮名をカッコ書きで書く河野さんの優しさに触れたって優しさ、優しい。で、岡本さんも書いてますね。英雄衣装すごく評判がいいですね。ねえ、姫キュンのメンバーの皆さんに DJ となっていただいて音楽を流していただきます。はい、で、あの KK ボックスのリアルタイムチャット機能が、リスンウィズというそうなんですけど、はい、はい、で、こちらを使って、リアルタイムにチャットしていただきつつ、はい、国境を越えて台湾と香港でも同時開催中で、よかったら英語や中国語のチャットにも触れていただきたいと。マジで流して、流れてますよね。はい、あ、まだですよね。はい、です。すごい、姫キュンっぽくてかっこいい曲です。うん、聞いてみましょうか、カナさん。はい、いかがですか、この曲。なんかすごい私も流れやすいじゃなくて流されやすいので、すごい共感を持ってます。あ、流されちゃいけないぞって言われると、はあ、そうかもっていうふうに思う。そうですね、結構水飲んでるね、ライブって。あー、他の4曲、結構飲みますね。もうカラカラになっちゃうので、うん、ごくごく飲みます。だって曲の最中でしょ曲の最中だとなかなか水分取りに来るのも難しいでしょ。そうなんですけど、もう社長に、うんうん、もう何でもええけんとりあえず飲め。それもどっちかっていうと社長っていう人じゃなくてヘッドコーチとかの指示だよね、もう、ね、後半お前足動かなくなっちゃうからこまめに水分取れみたいなのって。で、そして今曲が、映りました。はい、はい、次は、流星トレイン。こういう可愛いのもたまにはいいかなって感じで、うんうん、で、アニメのこの曲、うん、あー、はいはいはい、トレインヒーローでしたっけ。そうです、はいはいはい、の曲にさせていただいて、そういうのってすごい初めてで、うん、ワクワクしたし、うん、そのアニメにもこの曲がぴったりで、おう、いや、なんかうわーってなんか鳥肌が立ったっていうか、なのでこの曲にしてみました。お姉ちゃんがすごい、倖田來未さんが好きなので、ほう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 、だからそのお姉ちゃんがの全盛期に聴いてた時の曲なの、2007年ぐらいの曲なら大体わかります。ちょっと待って、お姉ちゃんの全盛期って何お姉ちゃんがお姉ちゃんはお姉ちゃんが一番キラキラ輝いてて一番音楽聴いてた時、私ずっとひっついてたのでその時の曲ならわかるんですよ。小4だったんですけど、小4の時に、その時のお姉ちゃんはキラキラしていて、キラキラ、今のお姉ちゃんは、あ、お母さんやってます。あ、そういうことか。ママやってます。あ、いいことじゃないですか。はい、あ、甥っ子二人いるんですよ。あ、そうなの。めっちゃ可愛いんですよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。可愛い。あ、そう、はい、お兄ちゃんの方はジャガイモなんですけど、弟の方が天使。でもひどいひどい、お兄ちゃんの方が二人とも可愛いから。お兄ちゃんの話、熱いめっちゃ喋ったね。いっぱい喋った。めっちゃ喋った。燃えてる、熱気が来るよ。250人ってこれ YouTube の方が、熱い、なんでそんなに熱い、熱い、熱い、ユン熱い、触らないで熱い、熱い、まだ熱いんやない、ユンの方が熱いよ。ユンめっちゃ熱いんやけど今、ユンめっちゃ熱い。